はい、では、読ししままょう。ここからね、いきます 1, 2, 3。日本人が覚えやすい英単語の特徴として以下の要素がありますカタカナ化されている音が似ている学校で頻繁に学ぶ基本単語日本文化と関連する使う機会が多い以下はこれらの要素を考慮した覚えやすい英単語リストですカタカナ英語由来カフェーコーヒー ホテル,ホテルタクシータクシーコンピューターコンピューターチョコレート,レート学校でよく使う基本単語アップルリンゴブック本フレンド友達ミュージッ音楽スクール学校日本の日常でよく出てくる単語トレイン列車ステーション駅ムービー映画 レストラン、レストラン、スーパーマーケット、スーパーマーケット。感情や行動に関する簡単な単語。Happy、幸せ、sad、悲しい、run、走る。Eat、食べる、sleep、寝る、眠る。天候、自然に関,す関連する単語。Sun、太陽、Rain、雨、Wind、風、Tree、木、Flower、 花えー、っとですねこれもくっつちゃでこれいきますね食べ物飲み物関連、えっとここ消しちゃってと <laughs>、はい、ピザピッツァあかましかったピッツァピザ,ピザオレンジオレン,オレンジオレンジサンドイッチサンドイッチジュースジュースメイルクミルク,ミルク I drink orange juice every morning. 私は毎朝オレンジジュースを飲みます。職業・施設関連 Dr. 医者 Teacher 先生 Office Bank 銀行 Hospital 病院 She's a teacher at my school 彼女は私の学校の先生です 形容詞状態を表す言葉。状態を表す単語を覚えると表現の幅が広がります。big, 大きい、small, 小さい、cold, 寒い、hot, 暑い、fun, 楽しい。today is very cold. 今日はとても寒いです。The pizza, pizza is big and delicious. そのピザは大きくておいしいです。動詞 行動を表す言葉。会話において動詞を使いこなすと自然なコミュニケーションが取れます。go 行く、come 来る、play 遊ぶ、play する、read 読む、write 書く。I play soccer every weekend. 私は毎週末サッカーをします。she reads a book every night. 彼女は毎晩本を読みます。家族や人間に関する言葉。 家族や人間に関する単語はコミュニケーションの基本です。mother, 母。father, 父。brother, 兄弟。sister, 姉妹。friend, 友達。my brother is taller than me. 私の兄は私より背が高いです。she is my best friend. 彼女は私の親友です。旅行や乗り物に関する単語。 旅行で役立つ単語を覚えておくと便利です。バス、バス。エアプライン、飛行機。ティケット、チケット。パスポート、パスポート。マップ、地図。I need a ticket to Tokyo. 私は東京行きのチケットが必要です。Where is my passport? 私のパスポートはどこですか学習のコツ、関連付けて覚える。 オレンジオレンジとジュ,ースジュースはセットで覚えると効果的です。毎日の生活に取り入れる。家にあるものに英単,単語を付箋で貼っておく。天気や感情を英語で言ってみる。例文を作る。単語だけではなく短い文にして覚えると記憶に残りやすいです。